やっとですね、まあ、今年もアメリカ株の買いチャンスとそして日本株の買いチャンスがまあ同時に来たこの動画の高評価コメントチャンネル登録をしていただきますととても励みになりますアメリカの CPI の発表を受けてい方 一旦急落したアメリカの株式市場なんですがナスダックなんかも1万とびとび88ポイントまで下がってそして結果としては最終的には大幅高になるという、まあ、2.3%高になるということでですね昨日のニューヨーク市場おそらく下髭の長い動線ができたのでニューヨーク市場の下げも一旦収束するのかなと。 いうことだったんですが、今朝方またダウが0.92%安、ナスダックが2.25%安、S&P500 も1.66%安ということで、前日の大幅高からまたナスダックについてはまた2%を超える下げということで、まだまだ不安定な状況が続いていますね。ただし私は基本的にはですね、アメリカの株式市場の下げは一昨日のザラバの安値で で 一旦止ままっった可能性は非常に高いいと思っています金利の方がですね今朝方で2年債が4.510年債が4.02日米の金利差がですね0.08%上がって3.77まで上がっていますからこれだけ金利差があればですね為替が148円台になってきたってことももう十分理解できますし逆にですねこれだけ金利が上がる中でおとといのザラバの安値に比べると十分高い位置にある ととということを考えるとですねアメリカの株式市場、未来永劫下がらないとはもちろん申しましたせんが、今年のこの強烈な歴史的な下げのピークをおとといのざら場でつけた可能性は十分あるんじゃないかなというふうに思っていますま。ですのでね、もちろん今年株のもうこの下げっていうのはうあまりにも大きかったので、ちょっとは戻ってもですね、また大きく下げる、そのまあ倍返して下げていくってことが続いているので、なかなか株式市場 強気になれなれいいいととうう方が多いと思うんですけどね逆に株を買う時ってのはこういう時じゃないとなかなか安く買えないってこともあるのでここからはまあ狙った銘柄目をつぶって少しずつ買っていくっていうのも手だと思います一方で日本株はチャンスが増えると思います今朝方のニューヨークの下げで日経平均の先物価格また昨日は2万7,000円台になってましたけどまた2万6,600円台に今下がってはいるんですが。 もともと日本の市場が非常に強かったっていうことがあるのと S&P500 種の企業の業績発表がこれからずっと行われていくんですけれど基本的に米国の場合はグローバル企業で売り上げが世界全体に渡っているような企業についてはですねかなりドル高によるですね決算 収益の下振れれがこれからどんどんん出てくるグローバル企業にとって自国通貨が異様に高くなってるっていうのはですね不利なんですよね。で逆に日本のグローバル企業からするとこの円安というのはですね非常にやっぱり収益の、まあ、下支えをすると。 いうことにななるわけなんですですからそういう意味でですね日本の EPS 日経平均の EPS はこれからも発表になるごとに上がっていくでしょうからこの2万6千円台というのはですね会話としてですね非常に 有望な会話であるとといいいいうに考えてていい私は思っていまだ、まあ、そういう意味でやっとですね、まあ、今年もアメリカ株の買いチャンスとそして日本株の買いチャンスがまあ同時に来た判断していいのではないか今時点で私は考えています。 動画の最後に失礼いたします。私竹下昭徳が売買をおすすめする銘柄などをお届けする投資顧問サービス KIS 公式版ではただいま新規入会大キャンペーンを行っ おります自分自身で正しい投資判断ができるようになりたい長期的には僕の資産も築いてみたい毎日の利益も積み上げたいそんな投資初心者が役に立つ情報を毎日配信しております詳しくくは概要欄をご覧ください